粗品です。せいやです。うむー。さあせいさん、本日は記者会見を開かせていただきたいと思います。こんな記者会見を開けって言われても開かん人が多い中誠に今回何ですか、何かしたお前。申し訳ございませんでした。謝罪や、謝罪会見。相方としてよくおらな。で、結構長い湾岸署。まあ、何したの今回。伸びそう、とにかくありがとう。まあ、記者をまず入れずに、この身内の、なんでそんなことすんの、スタッフと、そしてうちの自分のカメラ、あの媒体だけで再生謝罪会見を開いたこともまず謝罪させてください。そらそらそう、自分のホームで喋るだけ喋って、そんなん、急に中止するか知らんけど、やめてや、そんなん。まあそうですね、何をしたの。まあ実は気づいてる方もいらっしゃると思うんですけども、何、まあ、最近の監査に関する謝罪でして、監査度重なる、まあ、私の監査の、まあ、怠慢によってですね、まあ、粗品さんにはまあ結構指摘されてたんですけども、まあ、ただの食事になっているというのを、そうやな、まあ、結構前から一食だけとか、はい、ラーメンとかっていうのを、まあ、まあ下りチューブやから、まあ、ノリになってるとかでごまかせれてると思ってたんですけども、はい、先週の、2月、あれは確か、まあ、8日の午前7時だとは思うんですが、何、監査局からですね、監査免許取り上げの、命令が、私今日監査ないなと思ってて、届いてしまいまして。小林さん泣いてる、こうやってる何やの人なんで泣いてるの小林さん。いや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 、はい、やっぱり、ね、一連泣き症で2年間小林さんに監査ボックスに行ってもらって、何やろ監査ボックスもなあ、邪魔やないかい。レインボー監査員だとかギャラクシー監査員だとか、そこを目指すと、それを言っていた手前、ファンの方にはまずご報告を遅れましたことを、深くお詫びします。初めての謝罪これなんかズームの時とかも別にこんなんなかったのに、初めてこれということで、監査局の方々にですね、まあ、監査詳細ということで、監査詳細、家にある食べ物まず全部持っていかれまして、きついね監査の差し押さえは、はい、食を責める、はい、金じゃなくて、僕にもうとにかく監査する権利がないと、うん、で今免許、執行中です。監査、あ、じゃあ監査員じゃないんや。か、まあ、仮処分が、まあ、今まだ分からないんですけど、まあ監査員裁判で、裁判員裁判、監査員監査じゃなくて監査員裁判で、裁判、はい、ちょっと監査裁判って結構まあかかる人かかるんでね、その40年も50年一生棒に掘るやん。で、私プラチナ持ってたんで、プラチナの場合、第一審まで、まあ、7、8年はかかるんですよ。地獄やん。で、まあその間、まあ、うまいだとかまずいだとか、その食とかを監査一切できないという、まあ結構重めの処罰が、下りまして、この監査ファンには大変、まあそうですね、申し訳ないという状況でして、まあ、ここから質疑応答など、ございましたら、開かせていただいてますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ相方ですけども、もうしっかり質疑応答お願いします。はい。吉本興業の、はい。あ、そうしないです。これでいいですか。はい。入ってますかね。はい。ああ、はい、すみません。吉本興業の粗品です。はい。
まあ、今その処分下ったということなんですが、今後も監査は続けていきたいのか、そのまた復帰のご予定とかあるんでしょうか。ノーコメントでお願いします。ノーコメント誠意伝わらんわの、いやいや、しれっと復帰する気やん。しれっと復帰する気じゃないんじゃないですか、それだったら。そういうお答えはできないと、一応吉本興業からも、きつく圧をかけるように言わせていただいております。言わせていただいております。吉本の方ですか。うん、まあまあ記者もしいたら。はいはい、すいません、これいる、これ、すいません、何分手作りなもんですいません。あ、フリーの記者の白竹です。はい、あのいつ頃からそういう食事になってたのか、そもそも最初から監査なんかしていなかったのか、うん、ああ、いかがでしょうか。確かに僕に完全に、得のあるというか、有利なコメントだけさせてもらいます。僕自身の判断ではずっと監査はしてましたが、無理やり編集など、まあ、そして、相方のそういうツッコミに乗ってしまい、ちょっとこのお笑いの方に流れてしまい、僕自身は俺のせいか監査はしておりました。はい、してた。反省はしてないけど、すいません、この質疑応答の感じやめてください。僕が喋ったら終わりでお願いします。かわいそう、大炎上やろ、こんなの事件。あ、じゃあ今回このような、謝罪会見を開くことになった、まあ、きっかけというのは、まあ、そのあれですかね、はい、免許失効処分ということだと思うんですけど、うん、その免許失効処分になったきっかけというのはございますか。なるほど、うん、そのまず手前の、今佐川さんが言ってくださいました、この記者会見を開くきっかけですよね。これはまずファンの皆様、まずは第一に考えてきましたし、これからもファンの皆様第一にまず考えておりまして、もし許していただけるなら、監査を再開した際にはですね、しっかり監査をして盛り上げていただき、いきたいと思っております。すいませんでした。会話なってる免許失効したら分かりました。ファン思いな一面見せんでええの。はい、本当に、そう、謝罪終わりのか分からない。本当に、言いたいことはですね、皆さん、記者の皆さん、ファンの方に申し訳ないと。それはあの免許失効したきっかけが、理由というか、どの回が引っかかったなり、はい、どの部分が引っかかったんですか。まあ、私、まあ、監査局に言われたのはですね、ほとんどだと。ってなんだ。監査の意識はあったんですけども、監査局から言わしてみると、泣いてないですよ。2020年の8月から1回も監査ができてないと。めちゃくちゃ前、始まりたてちゃう。めっちゃ前や。一生懸命こんだけ監査してきて、いやいや、監査や監査や言うて、感情がすごい。はぁ、あ、どう。いや、そのサイゼリヤでラム肉の串とかやってた時、俺は監査やと思ってましたけどね、あの時は。しかしですね、何がしかしですか。ファンの方に言いたいのは、またファン、ファン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 、監査というね、この文化を絶対にやめてはいけない。この食を、今日腹いっぱいだけや、皆さんが食べないようなものを先に食べて、やっぱりそのね、購買意欲を促すという、どっちにとってもウィンウィン、そして皆さんも間違いない買い物をしていただきたく、監査をしっかりしていきたいということで、ちょっと監査の免許が返ってき次第やりたいと思います。やんねん。今回記者会議以上ですかね、質問は。小林さん、最後
質問ありますか。小林を、はい、ちょっと身内質問ということで。いや、これ塗るなんねん。またやっていきたいという気持ちはありますか。何言ってんねん、聞いた俺が。それあります。あるやろ。許していただけるのならば皆さんのグルや、声次第です。グル、はい、グルです。あいつ監査ボックスはあるんですか。監査ボックスは、監査ボックスはあります。あんねや。監査細胞はあります。ありがとうございました。してる。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。